熊本市内に実店舗を展開する肥後石油。今日、東区の店舗ではレギュラーガソリンの価格が現金会員で1リットル当たり165円でした。車よく使われますか？そうですね、結構家が大学から遠いんであんまり高くなると。実は熊本のレギュラーガソリンの小売価格は去年6月以降1年近く九州一の安さを誇っています。経済産業省が今日公表したレギュラーガソリンの平均小売価格、九州地方の平均が1リットル当たり 178.1 円に対して熊本の平均は 173.8 円、平均より5円近く安くなっています。一方でガソリンスタンドなどの販売業者が仕入れをする卸価格を見ると、熊本の平均は 140.1 円と九州全体とほぼ差がありません。その背景には熊本の厳しい価格競争があるといいます。大手の安いするお店も出てきてますから、それにやっぱりどうしても対抗して売っていきますもんですから、私たちの価格もやっぱり安くなっていきます。肥後石油によりますと、県内にはセルフ形式で人件費を抑えるなどして安さを売りにしたガソリンスタンドが目立つといいます。その価格に対抗しようと他のガソリンスタンドも価格を上げにくいとのこと。こちらの会社ではレギュラーガソリンの販売価格のうち 90% 以上は仕入れ代、人件費や光熱費などを除くと利益は価格の 0.5% ほどしか残りません。厳しい価格競争の中でスタッフによるフルサービスに力を入れ差別化を目指しています。市内に10カ所ありますけれども、あんまりこう移動させないから、そこの社員が定着しますでしょ。それはやっぱ近所のお客さんを連れてきたり来られたりしますからですね、そういうところでまあまあのまあ利益を出させてもらっているかと思いますけどですね。お財布事情に直結するガソリンの価格、企業の努力が続く中、今後はどうなるのでしょうか。熊本は車社会ですから、その分価格にも敏感になる方が多いのかもしれません。価格競争これだけ厳しいんです ね。取材をした肥後石油ではスタッフのサービスで差別化を図っていました。ただ個人で経営するガソリンスタンドは事情が違います。天草市でガソリンスタンドを営む村上照正さんは、価格を維持するために利益を削っていると現状を話してくださいました。まさに地域のためなんですね、はい、一方で今はですね、政府の補助金によってガソリンの価格を抑えている状況なんですよね、はい、そうなんです。こちらをご覧ください、はい、青色の線が政府が補助をした後のレギュラーガソリンの小売価格の全国平均の推移です。そして赤色の線が補助が行われなかった場合に想定される価格です、はい、補助がない想定、赤のところを見ると1月29日は190円も超えちゃってる状況なんですね、はい、そうなんですよね。今より20円ほど高いことになりますよね。国際的に原油価格の高止まりが続いていますから、政府の補助金政策がいつまで続くのかも焦点です。九州で最も価格が安いというのは生活には助かりますが、利益を切り詰めて努力をする企業の存在があるんだということを忘れてはいけないと感じます。